メールマイゼルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍に属する町村。メールマイゼルは、フィヒテル山地自然公園内のフィヒテルナップ川上流域に位置する。この町は、公式には10の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この集落は1283年に、初めて文献に現れる。現在は、 オーバーフランケン行政管区に属するメールマイゼルだが、15世、以来ヒルシュベルク男爵領と一部は、バイエルン選定校に属していた。メールマイゼルは、エプナーとホーフマルクの一部となった。このホーフマルクは18、1818年に、領主裁判所となって、1848年に、廃止された。この自治体の領域の人口は、1970年1615人。 1987年1461人、そして2000年1447人であった。この自治体の議会は12議席。2014年からフランツ・タウバーが町長を務めている。メールマイゼルは州内では有名な保養地である。いずれもドイツ語のページ。ありがとうございます。